はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回は那須川天心手抜き八百長発覚、世界王者は通過点、井上尚弥超えの愚かな策略についてです。我らの吉原の神童那須川ローション選手のデビュー戦が終わりました。賛否両論を起こすデビュー戦と言っていいでしょう。一方では KO できなかった、ボクシング転向は失敗だという声と、もう一方では全てのラウンドで圧倒した、一発もクリーンヒットをもらってなかった、さすがだという声が錯綜しています。そんな中、平本の蓮君は KO を相手しなかった、これからを見据えて6ラウンドをしっかりと経験を積んだのだということを言ってました。そしてアホなレゴブロックこと細川ブレンタインは、平本蓮それはないよ、アホな考えだ、あえて KO しなかったんではなく KO できなかったんだと言っていました。僕としてはこれは普通にレゴブロックは間違えていて、平本蓮君のあえて KO しなかったというのが正解だと思います。そしてその証拠が4ラウンドに出ているのです。まあもちろん試合前は KO するボクシングと那須川天心の試合だみたいなこと言って KO を似合わせていましたが、実際は4ラウンドの後の発言を見る限りわざと KO しなかったのでしょう。というのも那須川天心選手はボクシングに転向したですが、ただ世界王者になったらいいわけではありません。今までキックボクシング無敗、 MMA 無敗で業界を変えてきました。となると世界王者になるのは当たり前です。そうではなくて井上尚弥超えをするしかないのです。井上尚弥超えといえば複数階級の王者というのはあるのですが、これは那須川天心選手はできません。というのも那須川天心選手は体を作ってからボクシングに来たので、そこまで階級を上げることができないのです。いわゆる身長は165センチと同じですが、井上尚弥選手はもう50キロぐらいからどんどん上げて決め、次に55キロになります。もう那須川天心選手は最初からスーパーバンダム55キロでやってますので、複数階級は無理なのです。そうなってくると那須川ローションが井上尚弥超えをするとすると、4団体統一王者の複数階級を狙うしかないでしょう。これはかなり難しいものです。いわゆる世界王者だけでしたら自分の苦手とする王者に避けていけばいいのです。4団体統一ということは避けてはいけません。どんな相手にも勝っていかないといけないのです。それぐらい難しいことなので、あえて那須川天心選手は今回難しい相手を選んだのではないでしょうか。というのも KO できなかったと言いますが、 KO したかったらもう簡単です。なんとかマクファとかなんとかサラスみたいなしょうもないかませんの外国人を連れてきたら一発です。それで KO 勝ちしたら那須川ローションすごい、那須川天心すごいってなりますが、デビュー戦なんて誰もが一瞬で忘れてしまいます。そうではなくて将来を見据えた、言うとももう24歳なので将来見据えた戦いをしたのが今回の那須川天心選手です。というのも那須川天心選手が苦手とするのがいるのです。それがロッタンです。ロッタン選手みたいに打たれ強い、上にプレッシャーどんどんかけていくタイプに弱いのです。なぜなら那須川天心選手は実はリーチがめちゃめちゃ長いのです。身長165センチですがリーチが176センチあるので、そして長いリーチで相手に KO パンチを当てようとすると、一番長い距離、手を伸ばした上に肩を抜いた距離というのが一番長いのですが、そこで当てないとなかなか KO パンチになりません。もしくは見えないカウンターです。この長いリーチで当てないといけないのですが、ロッターみたいな入ってくる相手には長いリーチになりません。途中で当たってしまうのでクリティカルヒットになりづらいのです。そしてガードを固め、打たれ強い選手はどんどん前に来ます。ですので KO するのが難しいのです。あえて KO をできない、しにくい相手を選んだのが那須川ローションです。このヨナハ選手というのは4敗してるのですが、 KO 負けは1回しかなく、どん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 プレッシャーをかけていくタイプです。そして振り回して一発で倒すタイプなのです。一番苦手なタイプと言えるでしょう。あえてこのタイプを選んだのは、いわゆるデビュー戦で派手にチヤホヤされることではなく、本当に将来を見据え、4団体統一複数王者を見据えた一番苦手なタイプを持っていたのです。もちろん一発当たって負けるわけはいきませんので、一発もクリーンヒットをもらわず6ラウンドを戦い抜いたでしょう。また那須川天心選手は今回55キロスーパーバンタムでありましたが、実際53キロで世界を目指すと思います。でスピードが命の那須川天心選手ですので、今回1階級下の選手と戦い、そして苦手な選手、そしてまあ1点何キロ重りを持った状態で戦ったのです。そこでもスピード技術でも圧倒しました。那須川天心選手としては重りをつけたまま通用したので、これで試金石となり、今回は全てのラウンド使っていろんなことを試したのではないでしょうか。なぜそんなことが言えるかというと、実は那須川天心選手が4ラウンド終わった後にコーナーに戻ってきた時に言ってたのは、あと2ということを言ってたのです。あと2ラウンドと言ったのです。これもし KO するつもりであれば、このラウンドで決めるとか仕留めるとか言うと思うのですが、あと2ラウンド
ドといったことは、もうあと2ラウンド使って試合するということでしょう。4ラウンド終わった後に言ってるってことは、もう6ラウンドフルで使うことを実は想定していたと思います。ですので6ラウンド経験を積んで一発ももらわない、そして自分が通用するかいろいろ試してみる、そしてその結果 KO につながればいいやぐらいだったと思います。ですので最初から経験を積むため、そして一番苦手な相手を選んだのが夏川天心選手なので、 KO できなかったわけではありません。 KO したければ KO できる相手を選ぶものです。ですのでレゴブロック細川ブレンタイは間違っているでしょう。そして我らの平本蓮君が正解だと思います。今回は手抜き試合をしてしまいましたが、試合後は手抜きのピンサロではなく、しっかりと本番のできる吉原に行って熟女と勝利を祝うでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日の10時からライブ配信を行いますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。